どうも、たつみんです。今回は常にやる気を保ち続ける最強の方法2選をお話しします。そして動画の最後には稼げないを卒業できる人生激変マインドもお話しします。むしろ後半こそおまけじゃなく本編だと言えるくらいこういう話をしています。さて、あなたがこの動画を開いたということは、せっかく挑戦してもなんかいつも続かなくてやめちゃうんだよなとか、やる気が出ても次の日には元に戻っちゃって困ってるという経験がある。もしくは今そういう状態なんじゃないかと思います。正直めちゃくちゃ気持ちわかります。僕も昔は何をやっても三日坊主のポンコツでしたから。ただ正直今日お話しする方法をやるだけでそんなあなたの悩みは吹き飛びます。ほんまに？って思ったかもしれませんが、実際僕は今日ご紹介する2つの方法を実践した結果、一瞬にしてやり遂げられる自分になることができました。商品を作ると決めたら以前はタイトルだけ考えて満足し、中身を作らないまま終わってたんですが、今は必ず完成までやり遂げ毎回発売までできています。おかげでもちろん売り上げもうなぎ登りです。そしてそれは僕だけではなく、この方法を教えた同じ起業家の友人もやると決めたこと最後までできるようになったわ、ありがとうと効果を実感してくれてました。なので何をやっても続かないあなた、マジで必見です。この動画で言ってることをぜひ実践して自分を変えちゃってください。ただし今日教える2つの方法を知らないままだと大変なことになります。また途中で諦めたと自分が嫌になる体験を人生の中で幾度となくすることになるでしょう。ですが今日教えるやる気マックスで居続ける方法を頭に叩き込んですぐに実践する、それだけであなたもやり遂げられる自分になることができます。なのでこれから何かに挑戦した時、最後までやりきった達成感も味わえるので自己肯定感まで上がっちゃいます。ただし2つ目の方法でも話している注意点だけは気をつけるようにしてみてください。もしこの動画を見ているあなたが、自分の決めたことぐらい最後までやり遂げたい、もうできない自分から卒業したいと思っているなら、今回も超有益な話が聞けます。最後まで見ていってください。またこの動画以外にもあなたが個人で稼いで自由な時間を得るための有益な話をしています。ぜひチャンネル登録もポチッとしておいてください。では本編に入ります。常にやる気を保ち続ける最強の方法2選。1つ目はパブロフの犬効果を活用するです。え？何それ？どこの犬？って思ったかもしれません。いや僕もそれは知りません。でパブロフの犬効果って何かというと心理効果なんですよ。ワンちゃんってしつけをしたらお手をすればご主人様に餌をもらえるんだって覚えるじゃないですか。で餌をもらったら嬉しいし美味しいって思うわけですよね。実はワンちゃんってそれを続けていると直前にするお手にも快楽を感じるようになるということが研究で分かってるんですね。なので別にご褒美のおやつとか餌とか用意しなくてもしつけさえできていればお手って言ったらしてくれるようになるんですよ。それと一緒で実は人間にもこの心理学応用できちゃうんですね。でもどうやってって思いますよね。なので説明していきます。例えばあなたが情報発信を副業にしているとしましょう。今日はブログ記事書いて SNS で50人にコメント回りして YouTube 用の動画撮影してとタスク詰め詰めだったら毎日継続するのしんどいなってやってない人でも思いますよね。じゃあこれならどうでしょう。ブログ記事書いたら15分ゲームできる、 SNS のコメント回りしたら好きな音楽が聴ける、動画1本撮ったらアニメ1話見れるみたいな、ちょっとご褒美の例えが雑ですが、やらないといけないタスクプラス餌とか達成すべき目標プラス餌という感じで、これが終わったらあんな楽しいことが待ってるとワクワクさせることでモチベーションを維持させることができます。意外と単純なんですよね人間って。しかも作業を続けて副業で結果が出るようになってきたら、その餌がなくても無限に頑張ることができるようになります。つまり楽しいと思える環境を作るのが大事なんです。環境も自分で作れますから、自分はできないじゃなくてできる工夫をしてみてください。では常にやる気を保ち続ける最強の方法2選。2つ目は自分が進んでいる感覚を実感するです。え、これって普通に考えたらそうじゃないと思いますよね。僕も最初は思いましたけどね、人間って意外と努力してる時はああ自分ってほんとバカだなと思うもんなんですよ。なぜなら作業してても収入は増えないし、ちょっとミスしたら自己肯定感も下がる。だからこそ自分が全力で作業した後、ああ意外と自分ってこんなことしてきたんだなと振り返るようにしてみてください。じゃあこれからも頑張るかって思えるようになります。実際僕も初心者の頃3ヶ月で300人に営業してきて一件も制約が取れなかった頃があります。で明らかに知識が足りないと思いました。そこから全力で営業について調べたり、ビジネスをやってる先輩に聞いたり、営業の魔法という本を読んで本質を学んだりしました。その結果そこから先はバンバン制約が取れるようになり、翌月には副業で月収100万円を達成して脱サラできたんですよ。そこで自分を振り返った時、ああ自分はできない営業をできるようにするためにこんな
なにいろんな行動と勉強をしたんだなと思いました。その時からめちゃくちゃ仕事が楽しくなり、独立後も進んで勉強し、さらに業績を伸ばしていくことができたんです。これ思い返すとモチベーションめちゃくちゃ維持できたやり方だったんですよ。なので今日はこれをお伝えしたかったんです。ただしですよ、ここでめちゃくちゃ注意してほしいことがあります。それは結果が出てないのにやったという事実にだけ満足するです。これだけはやめてください。本だけたくさん読んで知識はたくさんあるけど行動せずに稼げてないのに偉そうにビジネスを語る、そんな痛いやつになってしまいますし、永遠に結果も出ません。自分ができない状態から何かできるようになった、その過程を振り返った時、自分はこれだけ積み上げたんだなと感じる。その時じわーっとモチベーションが湧いてきて、よっしゃじゃあもっと頑張るかとなるんです。もう一度言いますが、やったという事実、作業量に満足するのはやめてくださいね。では最後に、稼げないを卒業できる人生激変マインドをお教えします。きっと今見てる方の中には、結構前からビジネスに挑戦してるけどなかなか結果が出てないなという現状の方もいらっしゃるのではと思います。この話、これから副業でビジネス頑張るぞというあなたにもめちゃくちゃ聞いてほしい話なので、ぜひ耳を傾けてください。じゃあ早速なんですが質問です。副業に挑戦しても9割以上の人は稼ぐ前に諦めてしまうんですが、これなぜだと思いますか？結論、基準値の問題なんですよ。なんだそんなことかよって思うかもしれませんが、この基準値って全ての土台になるんです。想像してほしいんですが、家を建てるとき適当に土で固めた地面に建てるのか、がっつりコンクリートで固めた地面に建てるのか、どっちが地震に耐えれそうですか？もちろん後者ですよね。基準値が稼げる土台に当たるわけなので、適当に土で固めた程度だとちょっとした衝撃で何もかも壊れますよね。稼げない人はこの部分がしっかりできてないから結果が出てないというわけです。じゃあ稼いでる人はどんな基準値でやってんだよ、そう思ったんじゃないですか。結論、めちゃくちゃ高い基準値でやってます。僕は会社員をしながら副業を始めて4ヶ月で脱サラできました。なんだかんだ5年間ずっと右肩上がりの業績です。なので参考になると思うので、当時の基準値をお伝えしますね。最初の方は娯楽と休みを全て捨てて副業に時間をつぎ込みました。当時お付き合いしていた彼女ともデートができないのでお別れし、大好きなゲームも全て実家の押し入れに、テレビはもちろん見ないですし、ネットサーフィンもしません。作業中はスマホの電源も切ってました。そして朝5時に起きて通勤の時も作業、仕事の昼休みも5分でご飯食べて残りは作業、会社の会議中もこっそりスマホで作業してたり、お腹痛くなるキャラを作ってトイレでも作業してました。今考えると頭おかしいなと思います。やばい人ですよね。でも後で知ったんですが、僕の周りで脱サラできた人ってこれぐらいの異常値でやってる人しかいなかったんですよ。なんか適当に片手間で副業してたらめっちゃ稼げました、今は社長やってますなんて人まずいません。将来のことを考えて不安を感じたら遊んでなんていられなくなるんですよ。このままじゃ老後はホームレスだ、嫌だという気持ちが自分を動かしてくれました。ぶっちゃけこの基準値は絶対に大切です。本気で変わりたいと気持ちが行動に出てるわけですからね。なのでもしビジネスで稼ぐぞとあなたが思ったら、なぜやらないといけないのかを明確にしてみてください。あともう一点、あなたは継続すれば稼げるという言葉を聞いたことはないですか？正直あれは罠です。稼げる人は結果が出ないのに同じことをダラダラ続けたりしません。実際僕がビジネスを始めた時、ネットで情報発信をするぞと思い、インスタグラム、フェイスブック、ツイッターと3種類の SNS を始め、ガチで伸ばそうとしました。ただインスタグラムとフェイスブックは続けてても全然フォロワーが伸びないし、投稿も手間がかかったのでツイッターだけに集中したんですよね。その結果集客に困ることもなくなりましたし、5年で4億円をツイッターだけで生み出すことができました。フォロワーも今では13万人を突破しています。他にも僕の友人でイラストを仕事にしている子がいます。その子は最初インスタグラムとツイッターで発信をしてました。でもツイッターは全然反応が取れないのですぐにやめてインスタグラムに切り替えて集中した結果、今では某有名音楽アーティストからもジャケットを依頼されるようなイラストレーターになっています。以上のことからも分かるように、結果を出す人というのは無駄なことを続けず効果的なことだけ続けます。でもいろんな SNS をダラダラやり続けて結果を出すことではなく、続けることに目的がすり替わっちゃう人が多いんです。そうはならないよう常に結果を出すことを考えて動いていくようにしてくださいね。さて今日はモチベーションを維持する方法と、稼げないを卒業できる人生激変マインドをお教えしました。ぶっちゃけこんなに真面目な話をここまでしっかり聞けてるだけで、あなたは本気でビジネスに向き合ってるんですよ。本当に素晴らしいです。稼ぐことに向き合ってるんですからね。あとは基準値を変えて異常なレベルに行動するだけで、意外と一瞬で人生は変わります。1年あったら余裕で変わるんです。ただこうやって動画を見ているだけでは、実はたったの 10% しか身につきません。こちらのラーニングピラミッドを見ていただければわかりますが、動画は講義と一緒です。
せっかくこんなに時間を使ってもメモしたり実践して経験しないと全然身につかないんですよ。そんなのもったいないと思いませんか？せっかく頑張って勉強してるんだから結果出したくないですか？出したいですよね。ならガチでやってみてください。たった1年でいい。行動しながら僕のチャンネルの動画で学んで知識をつけていってください。確実に変わっていきますから。そのお手伝いをできるようにこれからもずっと使えるノウハウを高水準でシェアしていきます。しっかりついてきてください。よろしくお願いします。では今日の復習です。常にやる気を保ち続ける最強の方法、一つ目はパブロフの犬効果を活用する。作業と作業の間にご褒美を挟むことで作業をすること自体が楽しくなりモチベーションを保ち続けることができる。このやり方を続ければご褒美がなくても作業が楽しくなり継続力が身につく。常にやる気を保ち続ける最強の方法、二つ目は自分が進んでいる感覚を実感する。自分が何か少しでも結果を出したとき自分を振り返る。すると意外と自分って頑張ってきたな、成長できてるなと感じることができる。モチベーションが上がるので続けることができる。ただし結果も出ていないのにやっている自分に酔うみたいなことは絶対に NG、 痛いやつになってしまう。稼げないを卒業できる人生激変マインド、これは基準値を上げること。努力するときは全ての娯楽を捨てる。そしてやるべき作業のみに集中することが必須。ダラダラやり続けても一生結果は出ないので短期集中で努力すべし。そして無駄なことは続けない。結果が出ないならすぐに見切りをつけて結果が出そうなものに切り替えること、という話でした。概要欄から登録できるこちらの公式 LINE では毎日朝5時から21時まで会社に縛られ続ける会社員生活から脱出し、1日1時間の労働で年間6000万以上の売り上げを上げ続ける僕が稼げない 90% の思考を脱出して稼げる上位 10% の人材になるための本質を伝えるがっつり稼ぐノウハウまで丸出しにした1時間20分のこちらの動画セミナーを無料でプレゼントし、さらに他にも豪華無料コンテンツを計4時間分期間限定で無料配布しています。まだ初心者でよくわからない、何から始めればいいのかな、難しそうだな、でも一生働き続ける人生は嫌だ、会社で働くストレスから解放されたい、自由な場所で好きな時間に働く生活を手に入れたい、というあなたは配布停止してしまう前に動画の下の概要欄から登録して学んでください。そして他にもこのチャンネルではストレス社会で働く毎日にうんざりしているあなた、家族や恋人との時間を増やしたいあなたに向けて働く時間を減らして収入をアップさせる自動化をできるだけ分かりやすく一生懸命教えています。時間や場所にとらわれず好きな人たちと過ごしながら自由な人生を送る方法が知りたい方は動画を見逃さないためにもぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークもタップお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。